ビンフリート・シェイファーは、ドイツ・マイ・エン出身の元サッカー選手、サッカー指導者、現、アルホール SC 監督。選手時代はブンデスリーガで403試合に出場し46ゴールを記録した。1970年には異なる2つのクラブで、ブンデスリーガと DFB ポカールの優勝を経験した。1986年から1998年まで、 カールスルー ASC で監督を務め、1993から94シーズンには UEFA カップ準決勝に導いた。2001年11月にシェファーはカメルーン代表監督に任命され、アフリカネーションズカップ2002で優勝に導いた。日本と韓国で共催された 2002FIFA ワールドカップでも指揮を取った。2006年 UAE のあるアハリ監督に就任。 2007年から2009年までは同じ UAE のアルアイン FC を指揮した。2010年6月10日にアゼルバイジャンの FK バクーと2年契約を結んだが、2011年1月17日に双方合意のもとに契約を解除した。2011年6月に3年契約を結んでたい代表監督に就任。2013年6月4日、 シェイファーとタイサッカー協会は双方合意のもとに契約を解除し、翌5日にスラビシャ・ヨカノビッチの公認として、ムアントニー・ユナイテッド FC 暫定監督に就任した。2013年7月17日、ホンジュラス代表選敗戦後に辞任したセオドア、ウィットモアの公認としてジャマイカ代表監督に就任。カリビアンカップ2014にてジャマイカを6回目の優勝に導いた。 また、2015コンカカーフゴールドカップでも、決勝でメキシコ代表に敗れたものの準優勝に導いた。2017年10月、イランのエステグラル FC 監督に就任。AFC チャンピオンズリーグ2018では、アルアイニ FC、アルラーヤン SC、アルヒラル SFC と同組となったグループ D を、無敗で、首位通過し、2018年5月3日には、 ハズフィーカップで7回目の優勝を果たした。2018から19シーズン終盤の2019年4月29日に解任されアシスタントコーチを務めていたファルハード・マジーディが監督代行となった。2019年7月6日、UAE のバニーアース SC 監督に就任。二千十九から二十シーズンの UAE プレジデントカップで準決勝進出に導いた。 2021年1月、カタールのアルホール SC 監督に就任。入れ替え戦で、あるシャハーニーや SC を3から1で下して、残留に導いた。ありがとうございます。